えだ。各機散開して攻撃を開始しろ。攻撃していいんなら正規部隊とやらが相当するという話だったが。前と同じだぜ。俺たちで全部燃やせばいい。頭が切れるじゃないか、スペアエイト。貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。
初めから決まってたみたいな。警戒、ロクトリンさ、何が起きたら次どうするっていう戦闘距離がオーシアにはあるんだよ。俺たちみたいなステージがどこで死ぬかも書かれてるんだろうな。次の作戦も決まってるってことか。待て待て待て、賭けをしよう。作戦内容を言い当てたやつが勝ちだ。マンド君、あんたも賭けていいぜ。貴様ら、生きて帰ったら独房で頭を冷やすか。そのドクトリンってやつ、今日の俺が作品を出てみてやるよ。お前に調べられるのかよ。端末ならワイロ次第でなんとなくなる。パスワードのメモを机に貼るバカもいくらでもいる。なんてのは情報収集のただの入り口に過ぎない。敵を取られた対空砲がかなりやられました。防空能力が大幅に低下しています。小銃でも何でも持ってきて応戦しろ。動く車両はいなくなった。次の目標に移れ。今後もザコの始末は頼むぞ、トリガー。頼りにならない。水増しして報告してるのバレ
なんだよ。コードを避けると地上から撃たれる。攻撃していいんだな。正規部隊とやらが掃討するという話だったが。前と同じだぜ。俺たちで全部燃やせばいい。頭が切れるじゃないか、スペアエイト。貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。
マシ
して報告したのもバレバレなんだよ。ミサイル発射。対空兵器が邪魔なら先に片付けろ。敵前方は厳罰に処する。番犬が吠えてやるぜ。貴様ら、覚悟しておけよ。やる気があるのは俺たちだけみたいだな。どれだ、ここは激罰で勝負で行こう。どっちが一番か、はっきりさせよう。作戦時間、残り5分。敵機をロックオンした。ミサイル、かわしてやる。機関ラインに接近。スペア15、こちら管制塔、機体の着陸チェックをしろ。速度が速い、減速しろ。離陸を許可する。こっちもやっと体が温まってきた。作戦時間残り3分。あなたが離陸してるんだ。飛んでるもん。作戦時間残り2分。
戦時間残り1分だ。ミサイル接近、よこせ。ロックオンされている。メソ、成果を上げた。だがまだ弾薬を残している者がいるな。攻撃を続行しろ。これがいいというまで敵の攻撃に身を晒し続けろ。何機か落ちたようだが奇襲は成功した。だが機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。命令違反は独房入りだ。連れて行け。